仙台城仙台城は、宮城県仙台市青葉区の青葉山にあった、日本の城。画商は、青葉城で、五城老の別名もある。国の史跡。一本丸二二の丸三環定所、王三の丸一王手門慶長年間に、伊達政宗が築城してから、廃藩地県廃城令までの約270年にわたり、伊達市代々の居城であり、仙台藩の成長であった。 二代藩主、伊達忠宗の代に完成した仙台城は約二万坪で大半にふさわしい大規模な城であった。地震などによる損害を受けながらも修復を繰り返し、奥越列藩同盟名手として、母親戦争を経るも、一度も戦火を見ることなく城としての役割を終えて、明治維新を迎えた。その後は明治から大正にかけて、 陸軍用地となり多くの建築物が解体された。数少ない遺構であった大手門、脇櫓、辰見門は国宝に指定されていたが、第二次世界大戦時の仙台空襲により消失した。現在では、宮城県知事公社正門に転用された虎の門の部材が残るのみである。仙台城跡の土地の権利関係は複雑であり、 仙台城跡の内仙台市が所有している区画はごく一部である。戦前の経緯から宮城県五国神社や国立大学法人東北大学が所有している区画が多く、現在でも本丸と二の丸の中に教会が存在している。青葉城という画商を持ち、宮城県五国神社は当地を青葉城、または青葉城市と呼称している。一方、 青葉山公園として、当地を管理している仙台市は、青葉城ではなく、仙台城跡と呼称している。2003年に、国の史跡、仙台城跡として登録される前は、仙台城市とも呼称され、現在でも、青葉通知稼働の案内等に、名残がある。このため同一の城石でありながら、複数の案内表記が存在しており、両者を併記する例も見られる。 三ノ丸にある仙台市博物館の周囲には堀や石垣が見られる。ここから徒歩で青葉山の山道を登っていくと山頂に築かれた巨大な本丸の石垣が目の前に現れる。本丸からは東方面に仙台市中心部と仙台平野、天気が良ければ太平洋まで一望することができる。北方面の二ノ丸跡地は現在は 東北大学の敷地となっているが、このうち東側の東屋や付近とロータリーの北東部分は、同大学ではなく、仙台市が所有する青葉山公園の飛び地となっている。仙台城は近世に、伊達家が居城とした城郭である。仙台城ではないが、近世以前にも、青葉山には、城があったとも言われ、岩切城合戦を記した文書にある、国造城は、 現在の仙台城の場所にあった山城という説もある。伊達正宗は、関ヶ原の戦いの後、徳川家康の許しを得て、千代に居城を移すことにした。1600年12月、正宗は、青葉山に登って、縄張りを開始。地名を仙台と改めた。仙台が、新しい本拠地に選ばれた理由として、仙台付近は、陸路は、 東海道の延長上にある、海道と、かつての東山道に由来する、山道が合流し、水路は、名取川、広瀬川を経由して、売り上げなどの港から、太平洋に通じるなど、交通の要所であったこと。岩手山城を居城に定めたのは、豊臣政権の伊達市を封じ込める政策によって、一方的に決められた城であったこと。関ヶ原の戦いの際に、 徳川家康と約束されたと言われている、百万国のお墨付きが実現されていた場合、岩出山城は、新しい両国の中で北に偏りすぎていたこと、があったと見られている。新城は、関ヶ原の合戦が迫る、緊迫化した状況の中で計画が立てられ、千代城以外にも仙台に近い北目城を改築して、本拠地にする構想も検討されていた。しかし、 北目城を本拠地として改築するには、時間がかかると判断され、最終的には、仙台を、新しい本拠地とすることになった。正宗が気づいた、仙台城は、本丸と西の丸からなる山城であり、天守台はあるが天守は持たなかった。これらの点で時代の流行に背を向けたが、結果として、仙台城は、ビスカイノをして、日本の、最も優れ。 また最も堅固なるものの一つと言わしめるほど、同時代にひるいない堅状となった。しかし、山上にある本丸は町への往来が不便であった。そのため、伊達忠宗は1638年に二の丸の造営に着手し、翌年には巨匠二の丸に移した。二の丸は、本丸と同じく、広瀬川の内側にあるが、土地は、平坦な場所である。 伊達家の当主はここに居住し、政務もここで取られた。時期は不明だが、これと前後して、大手、門脇、青葉山のふもとに、三の丸が作られた。これ以降、本丸が使われることは少なくなり、二の丸が仙台城の中枢になった。江戸時代を通じて、仙台城は、火災や地震により何度か、建物や石垣の一部を失い、その都度再建された。 母親戦争でも仙台が戦場になることはなかったため、仙台城は創建以来一度も攻撃を受けずに、要塞としての役目を終えた。有志し日の大手門、川瀬智江水、仙台青葉城1873年の全国城郭尊杯の処分並み平一当選、帝法で仙台城は尊城とされた。これに先立って、1869年の半世奉還で、 仙台城には金世長が置かれた。1871年には東北沈大が仙台城を本営にして中屯。この時本丸が破壊され、石時が弊社建設に流用された。後に東北沈大は仙台沈大と解消した。さらに沈大制が手段性に変わると第二手段が置かれた。 太平洋戦争末期の1945年7月10日未明、アメリカ軍による仙台空襲の際、米軍の B29 により投下された、焼夷弾により、大手門、脇矢倉、衛兵所に使用中の二の丸表舞台楽屋などが全て消失し、五国神社も消失した。これにより、江戸時代から伝わる建物は、三の丸の辰見門のみとなった。 東日本大震災で損傷を受けた脇屋倉と城壁戦後、二の丸跡地にアメリカ陸軍が進駐トラックの通行を可能にするため、三の丸立み門が破却されたことにより、仙台城跡にあった江戸木の建築遺構はすべて失われた。アメリカ軍は1957年にキャンプ仙台を返還した。返還された後の二の丸跡地には、 東北大学が入り、東北大学川内キャンパスとなった。川内キャンパスのうち、南部の文系四学部、付属図書館、付属植物園のある場所が、二の丸にあたる。初代、伊達正宗基に造営された青葉山の本丸、西の丸、二代、伊達忠宗基に造営された青葉山山六の二の丸、三の丸と、それに付随する、矢倉、門からなる。 広瀬川を城の防衛線としている。石垣の北面に入り口である爪門があり、本丸の中央に、中核的な施設である、本丸御殿周囲には、爪門両脇に2基北東部には1基長永閣の南に1基計4基の30ヤ倉1基の20ヤ倉多門ヤ倉などが立ち並んでいた。本丸御殿は北側に公式な御殿である大広間、南側に、 藩主の生活空間である奥御殿が配置されていた。大広間は豪華絢爛な装飾が施された武家御殿建築であった。大広間には藩主が座する上段の間の上に将軍専用の上上段の間があり、外には将軍が訪れた時にのみ開かれるおなり門まで準備してあった。また、大広間の東側には、 清水の舞台のように崖にせり出すように作られた崖作りの超鋭閣があり、仙台の城下を一望できた。1639年の二の丸御殿の完成後は、本丸が使われることは少なかった。仙台城は2003年に国史跡となっているが、2012年に本丸跡の一部が国史跡に追加指定された。 本丸北東部に位置する、牛虎やぐらを復元する計画があったが、石垣保存問題と国の史跡指定地であることなどを、理由に2003年に中止となった。本丸に、自家用車や観光バスなどで来た場合は裏側にある、渦見門跡から入ることになる。現在は、宮城県五国神社がある。城下町から見た、二の丸二大藩主、伊達忠宗により造営。 1638年5月4日着工され、翌1639年12月に落成。以後明治に至るまで、反省の中心であった。二の丸の正門である大手門を入りその奥の、詰門を抜けると、藩主が住む、御殿、能舞台、庭園などがあった。二の丸の規模は、東西310メートル、南北200メートル。明治に至り、 1869年に金星町が置かれ、1871年に東北鎮大が置かれた。1882年9月7日、追い回しで行われた西南の薬船没者、小魂祭の花火が不発のまま落ち、その火災により、兵部大学屋以外の二の丸以降はすべて消失。残った兵部大学屋も繊細で消失。現在は、 東北大学川内キャンパスとなり、文系音楽部が入る。仙台城は2003年に国史跡となっているが、二の丸についても2010年に一部が国史跡に追加指定されている。大手門国宝だった大手門1938年老門形式の矢倉門で切り焼き雲をかたどった飾り金具などが施されていた。 名古屋城の大手門を移築したものと伝えられているが、実際は、名古屋城大手門を模したという意味の、写したを、写したと勘違いしたものではないかとも言われている。大手門は、二の丸の正門であった。1931年に、脇倉と共に国宝に指定されたが、仙台空襲により消失。脇倉大手門住倉とも言う。 大手門と共に1931年国宝に指定されたが、大手門と共に戦災により消失。1967年に民間の寄付により外観復元され、現在は唯一復元された建造物である。しかし、令和2年の調査で消失前のものとは形状が異なることがわかり大手門の再建と一体的に、消失前の形に再建されることになった。 仙台藩の米像があり、二の丸造営時に作られたと考えられている。正確な造営時期は不明であるが、古くは東の丸とも呼ばれていた。現在は仙台市博物館がある。本丸石垣切り込み説と呼ばれる積み方を用い、墨石表面は江戸切れと呼ばれる技法によって加工されている。本丸石垣の修復工事から2004年の際の、 発掘調査によって、時代の異なる二つの石垣が原石垣中から見つかっており、過去に地震によって崩落したことが確認された。最も古い石垣は、正宗の時代のもので加工しない石を使った、信ぶつるであった。積み直しでは、元通りにするのではなく新しい技法を採用して、より頑丈な石垣を目指していたと思われる。正宗が死に際に、 この城は太平の世には無関。わしが死んだら、修築しろと、家臣にやただ宗に言い残したという逸話が残っている。現在、仙台城市は、青葉山公園として整備されているが、二の丸が、東北大学川内キャンパス、三の丸が、仙台市博物館としてそれぞれ利用されている。本丸から三の丸にかけて石垣及び土塁が、現存し、 三ノ丸には長沼及び五色沼と呼ばれる水堀が残る。馬場の跡地については川内追い回しを参照。太鼓米については明治以降のものか江戸期のものか判断が分かれるところである。城内に残された建造物は第二次世界大戦頃までに全てが失われたが虎の門が宮城県知事公館の門として移築され現存する。 この門は以前は二階建ての老門形式であった。また、本丸からめての辰の口門が、万教寺三門として、三門が交渉寺三門として、二の丸環状所の板倉と伝えられる建物が、宮城野区、岩切の民家に一区現存する。このほか、江東大地区にあった、反光用剣道正門が、大使人三門として一区され現存する。 仙台城の遺構ではないが、本丸跡や二の丸跡で実施された発掘調査で縄文土器、石器、弥生土器が出土している。また、発掘調査で二の丸跡西側には平安時代に釜があった可能性が指摘されている。1964年に民間の寄付を募って大手門脇矢倉が復元された。これが、 江戸時代の姿を示す唯一の建築である。向かいに石垣があるため、脇矢倉と石垣の距離を持って、王子の大手門の大きさを忍ぶことができる。脇矢倉を復元し、仙台市に寄付した規制会は、次に大手門の復元を計画したが、資金と用地の問題があって果たせなかった。1990年代になると、 本丸の石垣崩落の恐れが出てきたため、石垣の状況をモニターするセンサーが取り付けられた。その後、1998年度から2003年度までの後期で石垣の解体修理が実施された。この修理は、元の石材一つ一つに番号を付け、可能な限り保存を優先して行われた。 この過程で3期にわたる石垣の存在が確認され、過去に数度の修復が行われていたことが分かった。工事終了後、本丸北東隅にあったウシトラヤグラを復元する計画であったが、石垣調査によってウシトラヤグラは第3期石垣の上には存在しなかったことが判明した。第1期と第2期の石垣は、 第三期の石垣より後ろに引っ込んだ位置にあるため、復元しても矢倉が下から見えなくなり、景観も合わない。さらに、倉の基礎工事が貴重な遺跡である石垣の基礎部分を破壊することになるという懸念も出てきた。上石の私有地部分が国の史跡に指定されたことに伴い、史跡保存の意見が優勢となり、ウシトララ復元は、 着工前の2003年5月に中止になった。石垣修理の成果もあってか、東日本大震災とその余震においても、本丸の巨大な石垣は大きな被害を受けることはなかった。真下の県道は普段から交通量が多く、震災当時は交通が混乱し多くの車両や人で渋滞していたが、繰り返す余震にもかかわらず人的被害は出なかった。 本丸御殿の中心的な建物だった大広間の発掘調査が行われ、その成果をもとに建物規模や部屋割りが地面に表示された。大広間は430畳もある大型の御点建築である。大広間は取り外しのできる障壁画が現存しているほか、平面図と立面図もあるので復元の期待が持てる建物である。 仙台市教育委員会は2021年度から2038年度までの整備基本計画で大手門の復元を計画している。2021年度から基礎調査が行われる。昭和初期の写真と称号すると、現在の再建された炭ぐらと形状が異なることが、わかり大手門の再建と一体的に再建されることになった。現在、本丸は、 公園として整備され、石垣の端部には危険防止用の柵が設置されているのみであるため、仙台市街の景観を広範囲に見渡すことができる。同時に、当時の半島を囲む神社仏閣、河川を合わせた防衛施設の連携を垣間見ることも可能である。本丸の伊達政宗木場増付近の展望台からの眺望。 仙台市都心部を西南西方向から眺めている。遠くには仙台湾も見ることができる。本丸の一部と三の丸を呼び、周辺地区は市が管理する青葉山公園。それ以外の部分でも各所有者が公共空地、緑地化しているところが多い。仙台七夕祭りの花火大会の際には二の丸の東北大学川内ホールの前提が、 観覧場の一つになっている。目の前の河川敷で打ち上げられる迫力のある花火を、多くの祭り客が敷物を敷いて、楽しみ、屋台で賑わう。本丸跡地に立つ、宮城県五国神社ハイデニエド時代の仙台城絵図ありがとうございます。